はい、厳選層をやっていきますということで、今日ねこのフラタニティ育成していこうかなと。これは限定1個のやつなんで、まあタイプはクリティカルのみなんですよ多分ね。で合ってるよね、大丈夫だよね。所持1個なんで、これは多分プラスとかつけられないやつで大丈夫だよね、間違いないよね。間違いないでしょ。よっしゃ、フラタニティ育成していきましょう。さあ、ヒットポイント、攻撃魔力、命中、クリティカル。なるほどね。いやー、結構厳しそうだな。まあ、魔力が何上がるタイプかちょっとわかんないですけど、まあ、攻撃、命中、クリティカルでいこうか。攻撃、命中、クリティカル。攻撃が5上がるタイプ。ってことは、あ、なんか思ったよりこれ貫突簡単そうな感じ？なんかいけそうな気がするわ。あとは魔力が何上がるタイプかちょっと知りたいですね。ヒットポイントと魔力が。ヒットポイントは、2上がるタイプね。魔力も2上がるんだ。なるほどね。これ多分貫突簡単なやつだな。さあ、どんどんいっちゃいましょう。これ多分貫突、貫突、貫スト。貫スト多分結構簡単にできる設定にしてある気がしますね。いい感じ、いい感じ。さあ、どんどん行きましょう。いい、いい、10上がった。さあ、2レベルずつ行きましょうかね。調整が難しいんだよ、これ。おお。まあまあまあ悪くないでしょ。さあ、は、外れ判定きたね。外れ判定きました。おい、やっぱ比較的上がりやすい装備な気がします。命中があと1で、カンストするので、そろそろ魔力に、変更しましょうか。いや、魔力振る前に1回1レベルずつにして命中を1回埋めちゃいましょう。そっちの方が上がりやすさ多分いいと思うんで、先にとっとく命中埋めちゃおう。いや、この装備簡単だな、多分。さすがに配布武器で、新規のユーザーも いるので、多分簡単、これ調整難しすぎるんだよ、マジで。命中がカンストです。もうさ、この銀色のさ、シルバーのアダマンタイトばっかり増えてくるんで、なるべくね、このシルバー使っていきたいんですけど、調整が難しくて、これで、ね、1回魔力にします。で3レベルずついっちゃおうか。26。いや、もうこれ余裕だな。これ多分もう全然レベルマックスまで行くまでにカンスト余裕かなって感じがしますね。お、珍しく外れ判定きました。
なんか急に、あれ、今外れ判定3回、えぐ3っていうね。いや、なんか急に攻撃力の上がり方が急に失速しました。うん、急に失速したけど、でもいけるでしょう。うん、余裕だね、余裕っすね。またなるべくハンマー節約するために、カンストしてほしいものです。うん、まあもうハンマー使えばもう余裕で一応カンストはできますね。よし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 。したら今、うん、もう土は使わないでも多分いけると思います。土じゃなくて、あの刻印はもう使わないでいきます。うん、余裕ですね、余裕。まあ、レベルマックスする意味あるのか分かんないですけど、一応マックスにしましょうか。あ、銀色のやつ使おう。よし、いきます。まあレベルマックスにする意味ないですけど、一応ね、あのしんちゃん A 型なんで、一応、マックスにしときますまあこれは多分配布武器だから、やっぱりね、優しい設定にしてありますね。うん、なんか個人的に、うん、結構こうカンスト今までで一番簡単と言っても過言ではないかな。うん、それくらい、結構余裕でカンストできましたね。うん、まあ水属性の、あと斬撃攻撃アップ88ずつ、攻撃力もね153あるんで全然強いです。まあ、今のところ装備できるのはザザンか。ザザン装備できるよ、多分ね。ザザン、こいつ剣でしょ。うん、ザザン。ザザンが装備できるって面白いな。ザザンと、まあ、ティーダくらいか。あと、こいつもできるじゃん。うん。ティレルも装備できるね。ティレル体験だっけ？ティレルも大丈夫、剣だから。ティレルでも装備できるし、なかなかいい装備だと思います。うん。そんな感じで、まあ、これくらいね、まあ、SSR に関しては全部これくらいにしてくれると助かります。うん。そんな感じで、どうもありがとうございました。